は、ベプコ中日本八王子ハイウェイテレフォンです。午前6時25分現在の高速道路情報をお知らせします。この時間、中央道上り線に渋滞の情報があります。はじめに、中央道上り線の情報です。国立府中インターを先頭に、4キロ渋滞通過20分、調布インターの先を先頭に、うなぎインター付近まで7キロ渋滞通過に20分かかります。また、この時間、八王子インターから高井戸インターまで40分ほどかかります。続いて、下り線の情報です。この時間、高井戸インターから勝沼インターまで80分ほど、高井戸インターから八王子インターまで30分ほどかかります。なお、順調な路線は、中央道の下り線、圏央道の両方向、首都高4号線の上下線、中央道富士吉田線の上下線、中部横断道の両方向、および長野道の上下線です。さて、八王子ジャンクションでは、4月22日18時から翌朝6時まで、工事のため、圏央道外回りから中央道甲府方面へ向かうランプの夜間閉鎖を実施します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。なお、関越道、上信越道の詳細情報は、ハイウェイテレフォン所沢、電話番号04-2946-1620で案内しています。以上、ネクスコ中日本八王子ハイウェイテレフォンよりお知らせしました。